ハロー YouTube、ということで今日はですね、セブン&アイホールディングス、コンビニ大手ですね、最大手、日本のコンビニ最大手なんですけれども、こちらの方がカナダのコンビニエンス、まあこれ最大手ですかね、アリマンタシオンクシュタールというですね、なかなか、読みにくい、グループなんですけれども、こちらの方からですね、買収提案を受けたと。実はここから買収提案を受けるのは今回が初めてではなくて、2020年ぐらいにも買収提案を受けてたらしいんですけれども、まあ今回ですね、日本の経済産業省も2023年ですかね、買収提案、まあ真摯な買収提案を受けた時に、取締役会はですね、真摯に対応しなければいけないという、そのまあ経営指針みたいなものがオフィシャルに出ていたがゆえにですね、独立社外取締役ですね、で構成する委員会がですね、独立的な委員会が、買収提案をですね、まあ社外独立社外取締役だけの特別委員会で、答申をすると、この、買収提案を受け入れるか受け入れないかを、答申すると。この買収提案によってセブン&アイホールディングスがですね、の株主の利益をこう、まあ、最大化できるのかどうか、そういったことをですね、これから検討していく、ことになると思います。16日の時点でですね、セブン&アイホールディングスの時価総額4兆6千億円。今日もちょっと、これ買収の、ニュースのリークが途中で出たんじゃないですかね。場の途中からドンと上がってましたけれども、まあ、約5兆円程度、ぐらいは、買収にお金がかかるんじゃないかなというふうに言われております。こちらですね、アリマンタシオンの方はですね、アメリカ国内でサークル系だったりとかですね、まあ、あまり日本では馴染みのないようなコンビニだったりとか、小売店、こういったものを、1万7千店舗ぐらいですかね、ヨーロッパ、および北米を中心としてですね、展開をしていると。まあ、日本よりもまだ大きい店舗も結構あるみたいですね。で、日本のセブンよりもね。で、セブンは20カ国で8万5000店舗。主にコンビニエンスストア、ね、イトーヨーカドーはね、どんどん閉店、していってますけれども、まあ、コンビニ経営資源を集中すると。まあ、こういった海外株主からのですね、圧力等もありますので、で、まあ、こちらの方ですね、アリマンタシオンの方はですね、時価総額8兆円超えてる、まあ、倍近くですね、の経営規模であると。いうことでですね、これ合併というか買収成立すれば、世界ナンバーワンのですね、小売チェーンができるというふうな形になると思いますが、日本におきましてはですね、これ、例えばローソンがですね、KDDI とて、三菱商事、KDDI ですかね、こちらの方と、まあ、一緒になってですね、コンビニ、まあ、小売と通信業界が融合していく。こういった流れであったりとか、伊藤忠商事が、ファミリーマート完全子会社化したりとかですね。様々な、商社との連携っていうのは、もちろんその、小流のサプライチェーンの話があるので、当然といえば当然なんですけれども、そういった流れもありながらも、国内で、事業が、まあ、飽和して、これ以上の成長余地が本業で見込めない、例えば KDDI みたいな会社が小売業に手を出して、そこで、まあ、決済だったりとか、そういった、お金の流れも抑えていく、小売とお金の流れ、ポイント、こういったものを抑えていく、合商連行の流れ、そしてこういった、独立系のですね、小売チェーンが、合唱連行していく流れ、こういったものが出てくるのかなというふうに思っておりまして、このカナダのコンビニ大手、アリマンタシオン、クシュタール、もうこれとセブン&アイが一緒になったらどんな社名になるのかちょっともうよくわかんないんですけども、まあ、これまでもですね、まあ、創業がイトーヨーカドーだったということで、セブン&アイホールディングスなんて言ってますけど、まあ実質的に儲かってるのはセブンイレブンなわけで、もう思いっきりセブンイレブンの方にですね、コンビニ事業の方に、傾注すればよかったと思うんですけど、やっぱり日本企業らしくですね、創業を大事にしながらバランスを取りながらなんてやってたらですね、経営効率がちょっと、
あまりもっともっと良くなるはずだったのが良くなってないんで、こういった買収提案って多分来てるんだと思います。もっともっと経営効率上げてですね、時価総額上げてればですね、逆に買収できるのかなと。と言いながらもですね、元々のセブンイレブンを、親会社というか、まあ、ライセンス元だったセブンイレブンのアメリカ買収したりとかですね、積極的に国際展開を、進めていってるという中でですね、この、まあ、買収が成立するのかしないのかっていうのは非常に大きな、流れになってくると思います。また、その日本流のですね、その売り場の作り方、そして商品の開発の仕方、非常にきめ細やかでですね、やっぱりコンビニ、日本のコンビニ大手の中では、セブンイレブンが群を抜いてると思いますし、レジ横商品のお菓子なんかね、ジェネリックお菓子なんていうふうに言われたりとかしてですね、ご当地名物を臆面もなくパクったりとかですね、本当に PB 商品どんどん充実させていってですね、サプライヤーの、看板商品をですね、どんどん、自分たちの PB 商品にしたりとかですね、いろいろえげつない動きも、目立ちますけれども、まあ本当に日本のコンビニの中ではですね、圧倒的ナンバーワンであるのは間違いないのかなと。こういったナンバーワンの会社がですね、どのように動くのかっていうのは非常に、難しいというか面白い話ではある。ただ、そのガバナンスコード的なものがですね、やっと日本社会にも、まあ、根付いてきて、一応そのもう独立委員会で、特別委員会でですね、独立社会取締役だけで構成される委員会で検討するというところまでですね、M&A の展開を、M&A のですね、提案をですね、真面目にちゃんと議論する場を作るようになっただけでもですね、日本企業の経営効率は上がってきたのかなというふうに思います。まあ、経営規模的にはね、倍近くの、時価総額ありますけれども、これね、もし、これ決裂するとなると2回目のオファーということなので、もしかすると敵対的買収と、いうような形にもなるかもしれません。で、実際、日本でもですね、敵対的買収というのが、成立する事例が増えてきたので、そういった形になってしまうやもしれませんということで、非常に注目したい、事案かなと思っております。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。